ウエストサイド物語ウエストサイド物語ジョージ、チャキリスメディアを再生する予告編ウエストサイド物語はロバート・ワイズとジェローム・ロビンズ監督の1961年のアメリカ映画70ミリ映画ユナイテッド・アーティスト制作原作はシェイクスピアのロミオとジュリエットをもとにしたレナード・バーンスタインの音楽による同盟のブロードウェイミュージカルである 本作は、その映像権を映画プロデューサーのウォルター・ミリッシュが獲得し、映画化した作品である。ナタリー・ウッドとリチャード・ベイマー主演。これに、ジョージ・チャ・キリス、リタ・モレノラが加わり、トゥナイト、アメリカ、マンボ、クール、マリアなど、映画の中で歌われる曲も多くの人を魅了して、サウンドトラック・アルバムも空前の売り上げとなった。アカデミー賞では、作品賞をはじめ、 ノミネートされた11部門中10部門を受賞し、この中には作品賞、監督賞とともに、ジョージ・チャキリスとリトモレノがそれぞれ助演男優賞と助演女優賞を受賞した。またロバート・ワイズは4年後にサウンド・オブ・ミュージックでも監督賞を受賞している。1961年10月18日に、ユナイテッド・アーティストの制作、ハイキューで全米で公開され、 批評家、監修からの絶大な支持を得て、その年のアメリカ国内、第2位の興行成績となった。そして、AFI アメリカ映画100年シリーズによると、アメリカ映画ベスト100では1998年に、第41位、2007年に、第51位、2004年のアメリカ映画主題歌ベスト100では、雨に歌えば、サウンドオブミュージックと並んで3曲が選ばれ、 また2006年のミュージカル映画ベストでは、雨に歌えばに続いて、第2位となり、ミュージカル映画の代表作として、評価は高い。ポーランド系アメリカ人少年で構成されている、飛行グループジェット団は、最近になって力をつけてきた、プエルトリコ系アメリカ人の飛行グループシャーク団と、地元の唯一の広場である、運動場の占有権をめぐって、敵対関係にあった。 一触即発の状況が続く中、我慢の限界を迎えたジェット団リーダーのリフは、シャーク団と決着をつけるため決闘を申し込むことに決め、元リーダーで親友のトニーを連れて、中立地帯のダンスホールで開かれる、ダンスパーティーに出席する。そこでトニーは、初めてのダンスパーティーに期待で胸を弾ませていた、マリアと出会い、二人は恋に落ちる。しかし、マリアは、 シャーク団リーダーのベルナルドの妹だったため、トニーはベルナルドの怒りを買ってしまう。リフとベルナルドは決闘の詳細を決めるために、毒の営むドラッグストアに向かう。一方、トニーは自宅に連れ戻されていたマリアと会い、彼女が働く洋服店で再会する約束を交わす。トニーはすぐさま、毒の店に向かい、決闘の方法をめぐって対立するリフとベルナルドに、 対して、1対1のすでによる決闘を提案し、二人に承諾させる。しかし、双方とも決闘用にナイフを用意し、万が一の時には、グループ全員で戦うことを仲間と示し合わせる。翌日、洋服店で再会したトニーとマリアは将来、結婚することを誓い合う。その後、マリアは、決闘を止めさせるようトニーに頼み、彼は、決闘が行われている、高架下に向かう。 しかし、すでに決闘は始まっており、トニーは必死に止めようとするがベルナルドは聞き入れず、ナイフを取り出して襲いかかる。それに対抗して、リフもナイフを手に戦うが、トニーをかばってベルナルドに刺されてしまう。激怒したトニーもベルナルドを刺し殺してしまい、それをきっかけにグループ全員が戦い始める。やがて騒ぎを聞きつけた警察が到着したため、 少年たちはチリジリになっていく。シャーク団のチノはベルナルドの復讐をするため、銃を手にトニーの行方を追う。建前上は復讐であったが、チノはマリアのことを愛しており、将来結婚する予定だったことからトニーを妬んでいたのである。チノから兄が殺されたことを聞かされたマリアはショックを受けるが、謝りに来たトニーに別れることは耐えられないと応じ、トニーは 二人で街を出ようと告げる。トニーは、シャーク団から逃れるため、毒の店に向かい、マリアも後を追おうとするが、ベルナルドの恋人アニタに彼と別れるように迫られる。マリアはアニタを説得して、毒の店に行こうとするが、そこに警察が事情聴取に来たため、アニタに到着が遅れることをトニーに伝えてほしいと伝言を頼む。アニタは、毒の店に向かうが、そこには、 ジェット団が集まっており、トニーとの面会を断られた上、彼らに襲われる。トニーの逃走資金を持ってきたドクに助けられるが、彼らの行動に激怒したアニタは、マリアは、トニーとの関係を知って激怒したチノに殺されたと嘘を言い放ち、店を出ていく。ドクからマリアが死んだことを聞かされたトニーは絶望し、早く殺しに来いと叫びながら、チノを探し出す。トニーは街を歩き回り、 運動場でマリアと再会して駆け寄るが、チノによって射殺される。この時チノはトニーを殺すか殺さないかを迷っていたが、マリアに駆け寄る姿を見て、射殺してしまったのだった。マリアはジェット団とシャーク団の双方に愛する人を二人も、失った怒りをぶつけ、争うことの無意味さを語る。警察が駆けつける中、ジェット団とシャーク団の証言たちが、 トニーの遺体を担ぎ運動場を出て行き、マリアも一人で運動場を後にする。主役級の俳優たちの歌は大部分が吹き替えられており、吹き替え歌手の名前は映画でもサウンドトラックアルバムでもクレジットされていなかった。これは当時広く行われていた監修であったが、後にいくつかの問題に発展した。特に大きな問題となったのはナタリーウッドの吹き替えである。ウッドは 自分の声が使われると信じて撮影を行っていたが裏ではマーニ・ニクソンによる吹き替えが決められていた。撮影終了後に初めて自分の声が使われないと知ったウッドは激怒したと伝えられる。そのためニクソンの録音はウッドの協力のない状態で行わざるを得ずアップショットの場面を中心にウッドの歌い間違いの修正に苦心した上 最後のシーンのマリアの触らないで、大好きよ、アントンのセリフ吹き替えまで行うことになった。このことからニクソンはサウンドトラックアルバムの売り上げの一部を要求するに至ったが、配給会社もレコード会社もこれを聞き入れず、結局はバーンスタインが自主的に報酬の一部をニクソンに回すことで解決を図った。他にもアニタの吹き替えを担当したワンドが訴訟を起こし、 サウンドトラックの売り上げの一部を受け取ることで和解している。11部門でノミネートされ、うち10部門で受賞。なお、歌曲賞は映画のための書き下ろしではないという理由でノミネートから外された。日本では1961年12月23日に丸の内ピカデリーなどの小畜洋画系で封切られて、翌1963年5月17日まで511日に、 わたるロングラン上映となった。これは前年のベンハーをしのぐ記録で2012年9月15日に公開された祈りサムシンググレートとの対話が1192日のロングラン記録を達成するまで更新されなかった。丸の内ピカデリーだけで興行収入4億4968万円を上げ、すべての上映館の最終的な配給収入は13億円の 大ヒットとなった。映画では舞台版から楽曲構成、歌詞などに相当の変更が加えられている。また、役名や役の位置づけにも一部変更がある。役の大きな変更では、ジェッツの2番手に当たる役がアクションではなくアイスという役に変更されている。また、ファイティングシーンで戦うのもディーゼルではなくアイスに変更されている。アイスは常に 冷静さを欠かさないクールな少年として設定されているため、トーンティングでの兄との悲劇が起きる場面には、彼の存在があってはならず、直前にトニーを探しに外に出たため、ドラッグストアにはいない。彼の役を演じたタッカースミスは、来日公演ではリフを演じ、リフ役のタンブリンの歌唱部分も吹き替えとして担当した。他に、グラジェラとベルマの位置づけが入れ替わっていたり、 ブライダルショップのオーナーであるマダムルチャが登場したりといった変更がある。楽曲の順序の入れ替えとして、ダンスパーティー後にシャークスを待つジェッツが歌う、クールと決闘後に同じくジェッツが歌う、クラプキ・ジュンサ殿の位置が入れ替えられている。これに伴い、クラプキ・ジュンサ殿は、アクションではなく、リフが中心となって歌い、クールは死んだリフに代わって、ジェッツを束ねるアイスが歌い、内容も、 シャークスへの復讐に向けて、冷静になれという意味を持ったものになっている。また、舞台版では決闘後に置かれている素敵な気持ちが二日目夕方のトニーとマリアの待ち合わせ前に移され、マリアたちがお張り子をするブライダルショップでの情景に変更されている。これらの変更は明るい雰囲気を持ったクラプ準サド殿と素敵な気持ちを決闘前に不気味で緊張感の高い。 クールを決闘後に移すことで、決闘を挟んでの物語の暗転を、よりくっきり描き出す効果を得ている。また、ダンスパーティー後のナンバーである、トゥナイトと、アメリカの順番が入れ替わっている。アメリカは、舞台版では女たちだけの歌であるが、映画ではアニタ率いる、女たちと、ベルナルド率いる、男たちが対抗して歌い、歌詞も、ベルナルドたちが、アメリカの欠点を数え上げる。 より社会批判的な内容に変えられている。その他の楽曲構成の変更として、舞台版の序曲では、どこかへの旋律が現れるが、映画版では、マリアの旋律に変えられ、続く、プロローグも舞台版より拡大されている。また、舞台版では、第二幕前半にあって、全員のダンスを含む、どこかへのシークエンスは、歌の前後が大幅にカットされ、歌は、 トニーとマリアのデュエットで歌われる。体育館でのダンスパーティーはリフ役のタンブリンのアクロバットを見せるために拡張されている。また、あんな男に、私は愛しているは、あんな男に、後半のデュエット部分がカットされ、マリアのソロからそのまま、私は愛しているに移行するほか、一つの心でも若干のカットがある。2021年、スティーブン・スピルバーグ監督でリメイクされる。 ありがとうございます。